今回は水耕栽培5ということで、7月9日から9月17日の水耕栽培の状況を報告します。今日は7月9日で、また、新しい網カップで植え替えしていきます。でこれはモロヘイヤで7月2日に種植えしたものがこのぐらい成長しました。はい、こんな感じでハイドロボール状にスポンジを置きまして、水を入れました。で表面のバーミキュライトの方はまた後日、かぶせたいと思います。今日は7月10日で、サラダ京水菜が、こんな感じで芽が出まして、つぼみ菜の方もこれは7月2日ですが、このように芽が出たんで植え替えをやっていきます。で植え替えの方はまた、この、底が網になっている網カップで植え替えします。でハイドロボールの方はこちらのアマゾンで買ったものを使用します。中粒2リッター入りになってます。説明欄にリンクしておきます。はい、サラダ京水菜の方ですが、ハイドロボールを敷き詰めてこのようにスポンジを2個ずつ置きました。でまだ、発芽していないスポンジがあるんですが、またこれは、種を追加して放置して発芽したら空きスペースに置いていきます。でこのバーミキュライトの方はまた後で、追加したいと思います。今度はこちらの、つぼみ菜の方を植え替えします。つぼみ菜の方もこのように植え替えしまして、ハイドロボールの上にスポンジを、置いただけです。でバーミキュライトの方はこれも後で、追加します。でまだ芽ができていないものはもうちょっと発芽させます。ペットボトルの水耕栽培の方ですが、水の交換をするんですけども、このような形でちょっと藻がすごい状態になっているので、ペットボトルごと交換したいと思います。で交換の方は、このように一旦スポンジごと抜いて、根っこごと入れるんですが、ちょっと入れづらいんで慎重に。根っこを下からこのように引っ張って出します。7月10日の水耕栽培の状況ですが、これがサラダ水菜とタアサイです。天候の方はずっと曇りか雨なので、成長状況は、そんなに変わってなくて、むしろこのように弱ってきてます。これが、サラダミックスベビーリーフ、これがベビーリーフで、新カップで途中でスイッチしたものです。あとこれがルッコラで、これはベニラですが、これも網カップに切り替えたやつです。まだこれも元気がなくてもうちょっと様子見てます。あとこれが、網カップの早取り小松菜、これは穴カップの小松菜、あとこれが、かいわれ大根とブロッコリースプラウトの直巻きのやつです。あとこの辺は、網カップでモロヘイヤ、あと今日作ったサラダ京水菜と、今日作ったつぼみ菜、あとこれが、ペットボトル水耕栽培で、バジル青じそ、モロヘイヤがあります。で今日水入れ替えました。大バニラはかなり成長してきています。これは最初からある中葉春菊ですが、また復活してきているので、これは、今日収穫します。これはかなり長持ちしてまして、で実際に根っこの方を見てみると、このようにびっしり根が生えていますので、長く収穫できます。これが、タアサイ、網カップで、これがサラダ京水菜とタアサイ、これは、収穫します。これが、サニーレタスで、サラダミックス、これも収穫します。下段つぼみ菜で、これも収穫します。このサラダミックスですが、これは、網カップに変更したいと思います。このように、サラダレタスミックスは網カップの方にスイッチしました。あとこれが早取り小松菜で、網カップ、便利な網カップ、これが混合で、これも網カップに途中でチェンジしたやつです。あとこれが、サラダミックスとベビーリーフで、これも、収穫します。あとここに網カップの、春菊があります。
で今、一つの出窓では、こんな感じで、ここが12鉢で、もう片方の出窓の方はこんな感じになっておりまして、今13鉢ありまして、合計25鉢、栽培しています。はい、今日の収穫は、このようなベビーリーフと、あと、春菊、つぼみ菜、あと水菜が少し取れました。これは大バニラですが、このネギの根っこがちょっとあったんで、これも再生したいと思います。で、この、隙間にちょっと植えていきます。で、まあこういった形で、まあ、刺していくだけです。はい、こんな感じで所々にネギを刺してみました。今日は7月13日の、生育状況ですが、京水菜とタアサイですが、アブラムシが、まあ、多すぎてちょっともう手に負えないので、これはまた別の作物に植え替えしたいと思います。これはサラダミックスとベビーリーフですが、これは全部収穫して、これも別の作物に入れ替えたいと思います。あとこれが、ルッコラなんですが、結構アブラムシがついておりまして、このルッコラの方も全部収穫して別の作物に植え替えます。これは、ベンリナの方ですが、途中で網カップにしてみましたが、やはりちょっと日照不足もあって、まあ元気にならないんで、これも入れ替えします。こちらは小松菜ですが、これもアブラムシがついておりまして、入れ替えたいと思います。今日の収穫は、サラダ京水菜とベビーリーフと、小松菜と、まあ、ベンリナが取れました。今日は7月14日ですが、7月1日に植えたこの、中葉春菊が芽が出たんで植え替えしてきます。はい、中葉春菊の方を網カップの上にハイドロボールを敷いて、スポンジを置いただけにしました。で、後ほどバーミキュライトをかぶせます。7月6日に植えた青じそですが、ちょっと芽が出てきたんで、手前3鉢に、この青じその方を植え替えしたいと思います。で、まだ青じその方発芽中なのがあるんで、これぐらいにしておいて、また後日植え替えします。植え替えが完了しまして、中葉春菊がこの辺りで、青じその方をこのように、植え替えしました。で、また空きスペースがあるんですが、ここに青じその方が芽が出たらまた追加したいと思います。今日はモロヘイヤ、サニーレタス、ルッコラを種植えしました。で、いつもの通りスポンジの中に種を入れて発芽させます。3つとも好光性種子なので、明るい場所に置いて発芽させます。今日は7月17日ですが、水耕栽培の状況は、まずこのサニーレタス、ベビーリーフの方が梅雨の時期もありますが、まあ、アブラムシも結構ついておりまして、もう元気がなくなったんで、収穫しまして別の作物に植え替えしたいと思います。カイワレ大根、ブロッコリー、スプラウト、直植えはこんな感じで成長しています。あと大葉春菊、早採り小松菜、モロヘイヤ、あとサラダ京水菜、つぼみ菜、中葉春菊と青じそ、これが、ペットボトルの水耕栽培です。もう一箇所の出窓の方は、これはニラの方ですが、かなり、成長してきました。で、これが中葉春菊で、タアサイ、これが、サラダ京水菜とタアサイの方ですが、これは、アブラムシがかなりついておりまして、元気もないので別の野菜に入れ替えしたいと思います。この辺りがサラダミックスで、つぼみ菜と、あとサニーレタス、早採り小松菜、ベンニナ、あとこれが根菜なんですが、これも梅雨の時期で、まあ、それほど成長状況は変わってません。あとこれがベビーリーフですが、これも、そんなに、変わっていません。で、これも一旦全部収穫してしまって別の作物に入れ替えしたいと思います。はい、今日の収穫は、カイワレ大根、ブロッコリー、スプラウト、ベビーリーフと、あと
水菜とかが、取れました、今日は7月18日ですが、7月10日に植えたベニラの方がこのように、しっかり芽が出たんで、また網カップの方に植え替えしていきます。はい、ベニラの方がこのように植え替えが完了しました。続いて、7月14日に植えたモロヘアがこのように芽が出たんで植え替えしていきます。はい、モロヘアの方が植え替えが完了しまして、まだ芽がちょっとできていないやつはもうちょっとスポンジで発芽させます。続いて今度は7月14日に植えたこのルッコラがこのように、芽が出ましたんでこれを植え替えします。ルッコラの方が植え替えが完了しまして、まだ芽ができていないやつはもうちょっと、スポンジで発芽させます。今日は7月20日ですが、7月14日に植えたサニーレタスがこのように芽が出ました。でこれを、網カップの方に植え替えしていきます。はい、このように、サニーレタスの方が植え替えが完了しました。でまた、バーミキュライトの方は後ほど入れます。今日は7月21日で水耕栽培の状況ですが、これが網カップに植え替えたベビーリーフの方ですが、まあ、アブラムシにやられちゃって結構クタクタなので、植え替えしたいと思います。これが貝割れ大根、ブロッコリー、スプラウトですが、奥の方は結構アブラムシがついています。これが、ペットボトル水耕栽培の方です。これは大葉とバジルが結構頻繁に収穫できています。これはオーバニラですが、結構成長してきてまして、これはバジルと混合ですが、バジルは弱ってるやつがあって、これはカップごと取り外してしまいます。奥のバジルの方は大きく成長してきてます。これはサラダミックスですが、結構元気がなくなってきたので、まあ、収穫して別の作物に植え替えします。これが、つぼみなで、またかなり生えてきているのでこれは収穫します。まあ、こんな感じで、作物の方は網カップの方にだいぶ切り替わってきまして、育っている状況です。今日の収穫は、つぼみな、春菊とあとベビーリーフなどがこのように取れました。今日は7月23日ですが、7月18日に植えたサラダミックス5がこのように芽が出ましたんで、これを植え替えしていきます。サラダミックスの方がこのように植え替えが完了しました。ハイドロボールの方はまた後で、成長してからかぶせます。あと今日はレタスサラダミックスとベビーリーフの種を植えました。今日は、7月27日ですが、この貝割れ大根とブロッコリースプラウトですが、アブラムシにやられてしまいまして、一旦全部収穫してブロッコリースプラウトの方を植えたいと思います。今日の収穫は大バニラ、サニーレタスとあと全部収穫した、まあ、いろんな野菜がこれに取れました。今日は7月28日ですが、水耕栽培の状況ですが、梅雨が長引いて日照不足が続いているので成長が遅いか、まあ、元気がない状況です。これがサニーレタス、これが中葉春菊と青じそ、まあ、これはそんなに成長してないです。あとこれがベニラ、あとこれが早取り小松菜なんですが、これもほとんど成長はしてなくて、むしろ枯れかかってきてます。モロヘイヤがこのような状況で、これも成長が遅くて、大葉春菊、これも成長が遅いです。ブロッコリースプラウトと貝割れ大根の方は一旦収穫して種をまきました。これがルッコラで、これがペットボトルの水耕栽培です。これもだいぶ葉っぱがちょっと弱ってきてますが、とりあえず、収穫はできています。もう一方の方の出窓ですが、これが大バニラで、ニラの方は順調に成長してきています。これは最初からある中葉春菊ですが、これもだいぶアブラムシにやられてまして、まあ、元気がないですね。でこれは一旦収穫しまして、別のものに切り替えます。これはタアサイで、これもだいぶアブラムシがついておりまして、これも一旦全部収穫して別の作物に植え替えます。とこれが、混合ですが、これも
まあ、元気がなくて、これも一旦、全部、収穫してしまいます。でこれがサラダレタスミックスで、これがつぼみ菜ですが、これももうアブラムシがだいぶついているので、これも全部収穫してしまいます。これはサニーレタスですが、これも、まあ、元気がないんで収穫してしまいます。これは早採り小松菜ですが、これもアブラムシがだいぶついてまして、収穫してしまいます。これは便利なですが、油虫がついていまして、これも収穫します。これはつぼみ菜ですが、油虫がかなり、ついています。これはサラダ京水菜ですが、これも成長状況は遅くて、油虫が若干ついています。まあ、全般的には梅雨が長引いて日照不足もあり、油虫も、ついたりしておりまして、成長状況も悪くなっているという状況です。今日は7月30日ですが、こちらの、ベビーリーフと、サラダミックスを植え替えしていきます。このように網カップに植え替えして液肥入りの水を入れました。でしばらく成長したら、バーベキューライトの方をかぶせたいと思います。あとこれはオーバニラなんですが、この隙間に切って残ったネギをこのように植えました。ネギの方は1本こういった形で、育ちました。でこのオーバニラの方は、収穫します。でこの上の方だけ切って、収穫していきます。はい、このような形でニラは収穫しまして、このぐらい、ニラが取れました。結構な量取れました。でこれをまた放置しまして、またニラが生えてくるのを待ちたいと思います。今日は8月17日で水耕栽培の状況ですが、連日40度超えの暑い日が続いておりまして、この出窓の環境もかなり過酷な状況になっておりまして、これがサニーレタスですが、これは葉っぱがちょっと焼けちゃってるような感じになってます。これが中華春菊と青じそですが、これもそんなに成長状況は良くない状況です。でこれがベンニナと一部サニーレタス等が混ざってますが、まあこれはアブラムシの被害でちょっと弱ってまして、ベンニナの方はちょっとアブラムシがつきやすい状況になってます。でこれはルッコラですが、これも若干アブラムシがついています。ただ成長はしているので、これはしばらく様子見たいと思います。この一番奥はペットボトルの水耕栽培ですが、しばらくちょっと家を留守にする用事があって、まあ、水やりができなくてこのように枯れてしまったので、これは撤去します。でこれがサラダレタスミックス5で、まあ、これは特に影響もなく順調に育ってます。ただ春先よりかは成長スピードは遅いですね。これがベビーリーフですが、これも太陽光でちょっとやられててバテ気味な感じです。この2つはモロヘイヤですが、これも熱でやられちゃってます。でこれは大葉春菊ですが、これも完全に枯れてしまったんで撤去します。これは大葉ニラで、これは順調に育ってます。これはサラダ京水菜ですが、これは完全にこのように枯れてしまいました。でこれはつぼみ菜ですが、これもアブラムシの被害でちょっと状況は良くないので、これも、まあ、撤去したいと思います。これは、サラダミックスレタスパイブですが、これはアブラムシの被害もなく、順調に成長しています。でこれが、レタスミックスですが、これは、表面にバーミキュライトを敷かなかったので、土の表面が乾きやすくて、このように枯れかけています。このように夏の暑い時期は、まあ、この環境では、唯一順調に育っているのがこのサラダレタスミックス5で、まあ、これをちょっとしばらくメインで、育てたいと思います。今日は9月3日で水耕栽培の状況ですが、これがサニーレタスですが、これは完全に暑さでやられて枯れてしまいました。ただ根っこは生きてるんで、
ちょっとこの枯れた部分を刈り取ってみて、復活するかちょっと試してみます。でこれが中葉春菊と青じそになりますが、青じその方は気温が下がってきたのかちょっと成長してきました。でこれがサラダミックスですが、これも暑さに負けず成長しまして、これは今日久々にちょっと収穫してみます。あとこれがルッコラですが、これはそんなに成長は変わってません。でこれもサラダミックスレタス5ですが、これも暑さに負けず成長してまして、これも収穫します。でこれがモロヘイヤの2鉢ですが、これは全く成長せずなので、これは別の作物を次に切り替えたいと思います。これは混合ですが、これも特に成長しないですね。でこれはオーバニラですが、これはまた成長しまして、これも収穫します。今日の収穫はニラとサラダミックスがこのように取れました。収穫後は、このような感じになりまして、で下段はニラはこんな感じで、あと他は撤去しましたんで空きスペースになってしまいました。で今日は9月13日ですが、9月4日に植えたサラダミックスレタス5ですが、こんな感じで、ポツポツ発芽はしてますが、発芽率がちょっと低いですね。発芽したものから植え替えしていきます。まずビタミンナ、ビタミンミネラルが豊富な野菜で、これはアブラナ科なので健康性種子なので暗い場所で発芽させます。巻く時期は通年 OK という種子で、発芽適温は15度から30度なのでこの時期でも大丈夫です。あとこれが9月5日に植えたビタミンナですが、これはたくさん生えてます。あとこれが、サニーレタス9月6日ですが、これも高い確率で発芽していますので植え替えしていきます。植え替えが完了しまして、これがサラダミックスレタス5で、まだカップに入ってないところもあるので、バーミキュライトは後でかぶせます。でこれはサニーレタスですが、一部まだカップに入っていないものがありますが、バーミキュライトはこちらはかぶせました。これがビタミンナですが、これはカップすべて埋まりまして、バーミキュライトもかぶせました。水耕栽培の状況ですが、これが青じそですが、成長してきまして、何度か収穫もできました。春菊の方は相変わらずダメそうなので、これは撤去したいと思います。でこれが収穫したサラダミックスレタス5ですが、この鉢に関しては、また新しい芽が生え始めています。でこれもサラダミックスレタス5ですが、これは完全に枯れてしまったので、これも撤去したいと思います。でこの大葉は先ほどの鉢と同じにしたいと思います。でこれはルッコラですが、これはほとんど成長状況は変わってません。これがオーバニラですが、これは前回収穫したんですが、また見事に生えてきまして、また収穫できそうです。で今日は9月17日ですが、水耕栽培の状況はこのラックだけで、今のところ8鉢だけです。で梅雨の前の時期からアブラムシが発生しまして、アブラムシだいぶやられて枯れてしまって撤去っていうことがありまして、で夏になれば今度は高温で枯れてしまうっていうことが結構あって、水耕栽培の状況としては厳しい季節が続きましたが、今後は秋に向かって涼しくなっていくので、また作物を増やしていきたいと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。